じゃあ、こんばんは。モナーチャンネルのマサです。サムです。モナーゴナーということで、本日は松井秀喜選手など数多くのプロ野球選手を担当された小発先生に来ていただきました。よろしくお願いします。そうなんです。実は小発先生、あの松井秀喜選手や金本選手など数多くの著名人の施術を担当されております。ホームページに飛んでみると、プロ野球選手はもちろん、サッカーだったり相撲だったり、数多くの選手の施術を担当されております。中にはなんとオリンピックのメダリストまで。先生が行っているのは小発式神経無痛療法ということで、神経の動きを正常化すれば自然と治っていくという考えのもと施術をしていただきます。あんまり正直肩に違和感があるわけじゃないんですけど、現状自分の中で痛いとかそんなに、はい、ただどうしてもこの右を回した時のこのなんていうんですか、肩甲骨周りのゴリゴリっていうんですかね、これ結構自分の中でそう、ここは結構ここまで普通に行くけど、ここでこのこれ詰まり感わかる。ああ、わかります、わかります、はい、こっち見てないんで、ちょっとわかんないけど、こっち何も分かる。ああ、確かに上がってるのは上がってるんだけど、はい、このここまでは行けて、ここで詰まってます、ね、ここで詰まってね、この辺で、うん、多分この辺だから、はい、ここ詰まってる。なるほど、うん、こっち側は詰まらずに。ああ、ないっすね。右体重にしたときに右手がちゃんと働いてる、違和感としては感じてないけど、はい、そうですね、そこが一つ問題です。なるほど、うん、おぉ、何だ、一緒に硬いですね股関節も硬いんですよ、めちゃくちゃ。あ、こっちも硬い、こっち硬いですね、もう痛いですね。まあ、これ一緒ですね、右の髪に近い。わかるよね、当たってるとこが。はい、マジか、うん、すごいソフトタッチですね。彼、グイグイ系が好きみたいで揉みほぐされたい。それは、やった感だけでこれで、これ、マジか、揃ってる。わかるよね、マジですか、うん、すごい、すごいよ。うまさは全然わかんないの、そのずれてるとか揃ってるとか。わかんないよ、わかんない、うん、タメかしですか、じゃあ。あ、さっきより行く、だって痛みの感覚が全然違いますもん。僕まだ他に何も触ってない。はい、こっちもね、音がもっと行く、はい、全然違います。全然わかんない、なぜ。じゃあ初めてやから、あんなことで変わるって誰も思わないし、はい、うお、全然違うんだよ。さっきこんなんだったよ。これも強くなったっていうのも正常、ちゃんと働く、確かに全然ないじゃん。ちょっと詰まったもん、うん、怖っ。ちゃんと神経が働くように刺激を入れられる。なるほど、探ってるだけで動くか、うん、どこでちゃんと神経が働くように働くか、それはこの動きの中で分かるんですか。うん、この何て言うんですか。あ、え、確かに。ええ、怖いよ、だってさ、ほら、あ、音しないね、ゴリゴリが消えてる。めちゃくちゃ風回ってる。この距離で聞こえたもんさ、うん、うん、すごっ。逆にもうどうやったらゴリゴリなんのか分かんない。次の段階としては、本当だったらちょっとネットでも入れて、はい、次の段階で実際に上げるみたいな、はい、3日間で分けてやるっていうのが一番。ありがとうございます。いやー、ちょっと楽しみだな。球児に全員来た方がいいんじゃないですか。全然
まだ信じてる。いいね。ちょっとリアクション頼むよ。撫でられてるだけだから。いや、本当そうなの。本当に。あれを見て信じてくれてないから。まだまだ。そうですよね、はい、だって俺もだってどうなって良くなったのかはまでは分かんないもんだと思う。うん、そうですね、ただこのタイミングでちょっと、はい、運動してない、はい、左ここまで下に当たるの、うん、もうほぼ右は止めて、全然いいやん。でここもう結構頑張って上げて、すぐ痛いんだけど、まあ上げようと思えばゆっくりじゃない。でも完全に詰まってるから、はい、もう今のはこうしてるわけ。あ、そう、体をそうこの辺からもね、そんな痛めてたのか。こっちは余裕です。全然全然まだ入りますか。はい、まあ、これもう左でも入れた。今まで3人なんですけど。なるほど。もうポケットなんですね。はい、で、右タイプで、はい、もう待ってください。結構頑張ってるよ、さっき見てて、ほんまかなって多分思ったかもしれない。みんな、大丈夫？みんな、若いのみんな肩いてるんですか？でも結構ストレッチやってるんですよ、夜。硬いなと思ってしまって、でも全然やらなくて。あ、でもこっちの方が全然いくね。こっち行く、うん、全然こっち行く。右側、やっぱり右側。ほぼ直角だからね。まあ右が、まあ、みんな右やね。右は右。分かるよね。当たってるとこが。うん。オッケー。いやいやいや。なんかハテナなんだよね。分かんない。本当に。うわ。あ、全然ありま。すごい。スーッとね、痛かったですよ、ここはちょっと。だってこんなんですからね、うん、まあ、カメラ見て分かる、うん、こんなんですよね、はい、今日もこう、マジっすか。もちろんこれ股関節にアプローチしたらもっと広く、はい、今全体のだけ。なるほど。なんか自分でもわけわかんない。そうなんだよね。そう、混乱するんですよ。なぜってなるんだよ。前も、おお、全然います、全然います。もう一回、もう一回。左手と同じ感覚で、だって左手と同じだもん、横から見て。そう、違う、そうでしたね。うん、全然違うよ。マジか。結構本当に力入れて、グッて耐えないとここまで上がんなかったんだけど、うん、やば。3人共通して右体重で力が伝わらなかったのは、結局どこが悪かったんですか？右に体重乗せた時にちゃんと前から筋肉が、まあ、神経の命令、脳から命令がちゃんと働いてないから。なるほど、はい、それって例えば右投げ右打ちの方がその傾向が出やすいとかっていうのは。出やすいね。あ、そうなんですか。だからどうしてもピッチャーでも残したいと思ってるんだけど、はい、その状態だけで残らないんだよ。乗せようと思ってもさっきの状態だったら乗せれないんですよ。それを言ったら、いや乗ってないから乗せるって言われても無理なわけ。それをちゃんと働くようにやってあげれば一緒のことやってるのに。なるほど。じゃあもうなんていうんですかね、その癖とか関係なく知らず知らずのうちになっちゃう人がいるってことですよね。絶対になる。痛いからやるんだよ。なるほど。パフォーマンスのために。もう無意識のうちにそこがずれちゃってるってことですよね。そう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 。片側とか使いますもんね。そう、そうに。そうですね。でやっぱり人間誰も癖もあるから、うん、さっき言ったまあ右やったら右しか使わないだけじゃなく、その人間の癖もある。なるほど。だから絶対チェックを、だから本人が痛いとか痛くないとか、はい、じゃなく、ちゃんとそういうチェックをしてやれば全然変わる。だからそうしたら怪我もしにくいし、パフォーマンスもいい。ありがとうございます。はい、ということで今回ありがとうございました。ありがとうございました。いや、これ見てる方ぜひもうチェックのつもりでね、行ってみるといいと思いますので、詳細はですね概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなこうするやん。はい、こうやりますやります。こんな僕の方で後ろに近いずっと待って、ずっともっともっと、あ、近いんで。で、もうちょっと待って。なるほど。後ろに近いんで。
怖い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 怖